岩湖、グランドホテルは、滋賀県大津市にあるホテル。1958年に、場所園の名称で開業したのが始まりである。開業当初の場所園は、部屋数7部屋の小規模な旅館であったが、日本万国博覧会のあった1970年頃には、収容人数280人の規模に拡大した。2015年4月に社長に就任した、金子博美はもともと画家であったが、 家業のホテル経営に転じた。1998年には、個人客主体に移行する客層に反し合えて、大園会場を新設するという施策を打ち出し、高果動率を記録した。2014年には、小中学生の100人一種競技カルタ大会の会場となった。この大会は、例年大見神宮で開催されているが、漫画、千配あフる関連のイベントが温泉内で、 開催されていることにちなんで、ホテルで開催された。2015年7月には、映画版、千はやフルの撮影場所として、ホテルが使われた。2015年には、ホテル内にコンビニエンスストアが開店した。1993年に、新館、慶王美を、開館、本館と合わせた、収容人員は1200人となり、滋賀県内最大となった。 新館は12階建てで、古斎地区で最も高いビルとなり、また全客室に露天風呂を備える設備は、全国でも初の試みとなった。館内には、ローソンビワコ、グランドホテル店が併設されており、旅館内に大手コンビニチェーンが出店するのは、初めての事例である。開店前は、約400メートル離れたコンビニに行く、宿泊客が多かったために利便が図られてた。 店の雰囲気は和風旅館に似合うものとし、ローソンカラーの青色はほとんど使われていない。公共交通機関では JR 湖西線の小ごと温泉駅から送迎バスが運行されているほか、自動車では大喜ご元インターチェンジがもより、ありがとうございます。